亀井これ秋亀井これ秋明治29年7月18日は江戸時代末期から明治時代にかけての官僚、写真家。また岩見国ツアーの藩主であった亀井伯爵家第13代当主家族。父は公明天皇の側近で藤原北家津家の津美明町。兄に甘露事件に養子に入った松崎津村がその他兄弟に津美宮美町。 津子区民。妻は、日向国帯藩の、第十三代藩主、伊藤優勝の娘。子に、亀井手月根。文久元年、筒見明町の三男として生まれる。幼名は亀丸。明治四年、十一歳で宮中に上がり、明治天皇の宮寺役を務める。明治八年、亀井主家、第十二代当主で、このなかった亀井恒美の養子となる。 アメリカに入った後、ツワの藩出身の洋学者青春から訓導を受け、その後の人生を決定するほどの大きな影響を受けた。明治10年に当時最盛期を迎えていたイギリスに留学して、ロンドン大学予科等で学ぶ。3年後に帰国し、明治16年区内省に勤務した。翌年、死者区となり、さらに明治19年には休職して、ドイツ帝国。 ベルリンへ留学。一年目は、ツワハン出身の森郊外の圧戦により、ドイツ語を習得した。ベルリンでは、皇室での儀式儀礼を調査しながら、同時に美術や芸術に深い関心を寄せ、欧州各地で視察旅行を行い、染め布や壁紙、美術品等多数を収集など1万6000点を収集した。美術論第1、第2、第3を表し、 美術と国家の関係について研究を行った。1889年のパリ万国博覧会を観覧。明治25年、留学中の身にもかかわらず伯爵位を授けられ、同年5年間の留学を終えて後に帰国した。帰国後は国家と美術のあり方について事業方針三作を立案し実施に移そうとするも、 工場の火災等で失敗に終わった。明治27年に日清戦争が起きると大本営にカメラマンとして従軍願書を提出、写真班を組織して日本最初の従軍カメラマンとなった。東京から広島へ至り、当時開港間もない広島港から出港。10月24日に花園河口に上陸、陸軍大将大戦員は率いる。 第二軍に従い禁衆、旅順と移動、明治28年5月まで撮影を続けた。この戦役では300枚以上を撮影し、明治278年戦役写真帳を、明治天皇に献上した。この戦場生活で健康を損ない、明治29年7月に36歳で死去した。死後は、愛イラン命、改名は、年明印伝、吉則同英大孤児と、 送りなされた。明治30年に写真集、明治278年戦役写真帳、明治32年に戦場日記、従軍備帳が亀池によって出版された。近年では、1992年に柏書房より日清戦争従軍写真帳伯爵亀井コレアキの日記マイナスが出版されている。ありがとうございます。